皆さんこんにちは、東です。今回は DeepL が開く AI 時代の英語との付き合い方というテーマでお話をしていきます。2017年に開始した翻訳サービス DeepL はとても自然な高い精度での機械翻訳を可能にしました。非英語ネイティブは共通語である英語の学習に人生の多くの時間を割かざるを得なかったのですが、 DeepL に代表される AI ベースの翻訳システムは英語との付き合い方をどのように変えていくのでしょうか。今回は DeepL の性能を確認した上で新しい時代の英語との付き合い方を考えていきます。それではまず DeepL の性能を確認します。まずはオードリー・ヘプバーンの名言を翻訳してみましょう。こちらにオードリー・ヘプバーンの名言を示します。Opportunities don't often come alone, so when they do, you have to grab them. という名言ですね。こちらを DeepL を使って翻訳します。こちらに原文と DeepL による翻訳文を示しますね。翻訳した結果、こちらのようになりました。チャンスは滅多にやってこない。だから、チャンスが来たらそれをつかまなければいけないのですと訳されました。 They are do 専務が指す対象を的確に捉えた完璧な翻訳ですね。心なしかオードリーのキャラにふさわしい上品な口調にも思えます。次はアルバート・アインシュタインの名言を翻訳します。 The more I realize I don't knowThe more I want to learn という名言ですね。こちらが原文で、こちらが DeepL による翻訳文になります。学べば学ぶほど知らないことに気づく、知らないことに気づけば気づくほど学びたくなるという翻訳になりました。このような変則的な構文にも対応できていますね。今回も完璧な翻訳となっています。同様にスティーブ・ジョブズの名言も訳してみましょう。 Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. という名言ですね。こちらに原文を下の方に DeepL による翻訳文を示します。翻訳文を読みますね。繰り返しになりますが、前を向いて点を結ぶことはできず、後ろを向いて点を結ぶことしかできません。だから、あなたの未来では、点と点が何らかの形でつながることを信じなければなりません。あなたは何かを信頼しなければならない。あなたの直感、運命、人生、カルマ、何でも。という翻訳になりました。こちらも完璧な翻訳ですね。ガットには内臓の腸やバイオリンやラケットなどの弦、本質などの意味がありますが、適切に直感と訳しています。DeepL は文脈依存性が極めて高い文章はまだ適切に翻訳できないこともありますが、DeepL の精度は日々向上しており、ツールとして十分実用的なものとなっています。現在世界では数億から数十億程度の人々が英語を話し、英語は最も多くの地域で使える共通語として認識されています。しかしながら非ネイティブにとって英語は学習に多大なコストを要します。数万から数十万の英単語が使われており、各単語ごとにスペル、意味、発音、あと別個に記憶する必要があり、さらに名詞の場合は複数形、動詞の場合は過去形などを記憶する必要があります。さらにネイティブ同士の輪に入れるようなスムーズな会話ができるようになるためには、英語環境で多くの年月を過ごす必要があります。英語は人工的に作られた言語ではなく、自然に派生した言語なので、特に単語の扱いに個別の記憶が必要になり、大きな脳の負担と時間の消費を強いられます。
実際に日本人は中学、高校、大学と何年間もかけて英語を学びますが、英語を使いこなせる人の数はそれほど多くはありません。それでも単語に性別のあるフランス語やドイツ語、漢字にカタカナ、ひらがなまである日本語よりは共通語としてはベターでしょう。人生は80年しかなく、使えるリソースも限られているのに、すべての非ネイティブがこれほどのリソースを割く必要はあるのでしょうか。従来、英語学習の目標は、読めるようになること、書けるようになること、聞き取れるようになること、会話できるようになることの主に4つでした。DeepL などの AI 翻訳技術の登場は、扱えるようになるという新たな目標の設定を可能にします。仕事や趣味などで英語の情報を取得、発信するために必ずしも古い目標を達成する必要はなくなりました。扱えれば十分というケースが増えたことになります。英語を扱えるようになるためには、英語自体の知識よりもむしろツールを使いこなすためのノウハウ及び母国語で文章の構造を把握したり構築したりする能力が重要になります。もちろん翻訳の妥当性の確認やデジタル化されていないコンテンツの利用のためには最小限の単語や文法の知識は必要になるでしょう。しかしながら扱えるようになるという目標の達成は、先ほどの4つの目標と比べて割くリソースが少なくて済み、なおかつ実用的です。英語自体も多くの人にとってあくまでツールにしか過ぎません。本当にやりたいこと、やるべきことにリソースを割くために、英語そのものの学習は深入りせず、ほどほどにしておく方が、トータルの人生の満足度は高まるかと思います。個人個人の置かれた状況によって異なりますが、コスパの高い英語との付き合い方として、英語を扱えるようになるということを目指すというのは、有望な選択肢ではないでしょうか。今回のお話は以上になります。ぜひ皆さん、チャンネル登録、高評価、コメントの方をよろしくお願いします。